のずチャンネルです。こんにちは。ええー、大フィルでの私の演奏会。ラストツー、これです。えー、井上道義。ザファイナルカウントダウン。で井上道義さんは、あの、もう、今年。一杯で、あの、現役をおやめになると宣言してしまって。それの一連のシリーズで、サブタイトルがすごいんです、これ。やりたいこと全部やるっていうタイトルなんです。で、曲目はですね。 チャイコフスキーのエフゲニーオネーギンからポロネーズ、あとショスタコーピッチのピアノ競譜曲2番をなんと、えー、ジャズのスペシャリストと言われているあの小僧さんのピアノで後半はですね、えー、チャイコフスキーの4番の交響曲で終わります、えー、なんでしょうこれ本当は去年の7月の17日にやるはずの演奏会だったんですけれども井上さんがちょっとあの体調を崩されてこれが 飛んだんんですね飛んだっていうかあの日にちが変更になってでまあ僕井上さん個人的には大好きな指揮者ですごいあの楽しみに毎回してる指揮者で彼があの病気になった時にあこれはもう多分この僕が3月31日であの定年退職するよりも後に。 多分この演奏会があってもうこの機会はないのかなってすごく残念だったんですけどギリギリですねあの僕の,あの最後の2回の演奏会のところにこれがスライドしてきたという話もう一つはですね「このチャイコフスキーの4番」という曲は僕も私の中ではすごく大事な曲でというのもその中学に入った頃にあの同じ吹奏楽部の先輩たちがすごくクラシックが好きだった。で 一番最初に先輩たちから、あの、僕は借りて、あの、先輩のオタクで、このレコードを聞いたんですね。その時は、か、彼らのね、あの、ベロニフィルだったんですけども、大変衝撃を受けまして、で、それから、あの、クラシックの音楽を聴くことに、すごくハマっていったんですけれども、その最初のきっかけの、この曲が、チャイコフスキーの四番でした。で、ですね、あの、最初、フィンランドに、僕、あの。 行ったんです大、ね、フィルに入るよりも5年前にフィンランドのオーケストラに入ったで最初にフィンランドのオーケストラに入って一番最初の曲目があのこのチャイコフスキーの4番の,あの4番の交響曲だったんですねこのね。でまあもうそれこそ,その中学の頃からもう何べんもそのレコードを聴きながらねあのスコアを見ながらこう吹いているので、まあ、楽譜なんかなくても吹ける曲でしたね。 その曲が一番最初に来て、まあ、それもその北欧のフィンランドなんでねあのすぐそこにあのセント・ピータースブルクとかあってね、まあ、今何て言うんだろうレンニングラードじゃなくてセント・ピータースブルクでいいのかなので非常にその気候が近いということもあってあのすごくいい音するんですチャイコフスキーの独特のこう綺麗でシャープな音がする、まあ、そんなオーケストラの中であのこの演奏をしたって今でもねよく覚えてる。でまあ 最後がこれですよ。シンフォニーホールでコンサートホールでので、すごくあの来てるなと思いました。あの最初のオーケストラの最初のレパートリーとあの最後のレパートリーがチャイコフスキーの4番です。僕は一番最初にこれが吹きたいなと思った最初の曲中学の時。それとですね、井上さんが出席指者に就任された今から10年ほど前なんですけれども、その時の最初の提議もこの曲でしたね。 だかっていう、ね、なんかもうあのすごく運がいいいいものを弾いてる感じがします、えー、なので、えー、まあちょっとチケットはねあ,のあるかなもしかしたらラスト2とか5とかそのぐらいだと思うのであのねあのもしあの来れない方は残念なんですけれどももうすでにチケットを持っていらっしゃる方はですねどうか、えー、楽しみに私もちょっと頑張ってこう 決まってやりますので、雄シというんですが、まあ雄じゃないな、なだろう、雄音、あの輝かしい音で吹きますので、えー、ゴッドフロイ、これ使いますよ、ロッドの先生、ゴッドフロイね、えー、めちゃめちゃ綺麗な音で吹きますので、どうか楽しみにしていてください。私も楽しみです。えー、チャンネル登録、グッドボタン、コメント欄。 よろしくお願い申し上げます。それとですね、えー、今まで私のライブでえー、っと大阪フィルを楽しんでくださった方本当にありがとうございました。失礼します。うん